森且行選手の登場です。どうぞ皆様温かな拍手でお迎えください。さあ森選手、こんにちは。こんにちは。こんにちは。浜松オートレース場にようこそ。はい、久しぶりですね。久しぶりに伺いましたね、はい、森選手ちょっと痩せられましたか？そうですね、毎日ハードなトレーニングしてるんで。ハードなトレーニング。はい、どんなハードなトレーニングをされてるんですか？いやいや、そこまで追い込んでないですから。追い込んでない、はい、ただの夏バテです。はい。さあ、あの森選手、はい、久しぶりのこの浜松なんですけれども、まあ1年半以上ぶりの浜松になりますが。そうですね、怪我してから1年そう半経つので、そうですね、それ以上経ちますね。そうです。一通り見て気づかれないように、はい、これ皆さん、森選手普通に歩いてこられたんですけど気づかれました？はい、ですよね。僕だって今日東京から来てるのに、はい、誰一人気づかれなかったです。まだいや本当です。本当ですか？本当です。でも新幹線のところとかで待ち構えたり、ここに来たらうわーとか、そういうのなかったですか？全くなかったです。え、皆さん気づきませんでした？いや、ここ最近でオーラがないんです。そんなことないそんなことない。オーラいっぱいですよ。気づかれなかった。気づかれなかった。くそ、ちょっと寂しいね。寂しいですよね。ちょっと寂しいです、はい、皆さんもう少しそうですか。でもこのさっきね、こちらの方も見られましたけれども、なんか印象としたらこの新スタンドの雰囲気とかどんな感じですかね？いや、本当にここまで綺麗になると思ってなかったので、うん、ちょっとびっくりしてます、ね、なんか本当にボートレース場来たのかと思って。ボートレース場、はい、ボートレース場の浜松も生まれ変わりましたよ。いや、でも本当すごいですよ ね、こうやって綺麗になるってことは、うん、ね、あのファンの皆さんも来やすいし、ね、本当ですね、はい、いや本当たくさんの皆さんがお越しになっていて、はい、あの楽しまれてました。で、あそこの上の方からをねご覧になると間近に見られるし、今までよりも 5.5 メートル前にね客席が出てるんですって。ああ、はい、だから見やすかったんですね、うん、僕3階のとこの控え室にいたんですけれども、はい、すっごい見やすかったです。見やすかったですか、はい、ご覧になっててどうでしたか？さっきあの遠藤さんとかもいろいろね走ったりとかしましたけれども、まあ、全然車検に絡んでないんで勝つですね。その前のレースの、はいはい、あの翼くん、はいはいはい、翼くんはぶっちぎってたんで、はいはい、嬉しかったです。やっぱりね、同期の活躍が気になるところですね。そうですね、はい、もう翼くんはね、あの浜松じゃないですか、はい、で赤荻選手いつもね餃子を送ってくれるんですよ、はい、餃子、餃子、あ、浜松餃子をですか？そうです、翼くんが、はいはい、200個。誰が食べるよ200個。200個？ダンボールで、すごいでかいやつで200個送ってくれるんですよ。なかなか食するのは大変ですね。いやいや、すぐ食べちゃいます。こんな遅いからって食べちゃうんですね。昨日も、はい、実はその浜松餃子を家で食べてきたんです、はい、そう、家で浜松餃子を食べてこられたんですね、はい、で今日も多分食べます、はい、あ、そのぐらい好きなんですね、はい、好きです、はい、そっか、浜松餃子、はい、ね、そんな森選手もなんか本当にこうして私たちの前にこんなのお元気なね姿を見せてくださって本当ありがとうございます。いやいや、もうね、本当内臓はすごい元気なんですよ。内臓はすごい元気なんですけどね、うん、はい、ちょっとまだちょっと麻痺が残ってて、うん、あの具体的にはもう多分ね一番皆さん体を心配なさってると思うんですけど、具体的にはこうどういう状況なんですか？まあ普段の生活は全然大丈夫なんですよ、うん、はい、ただ足首から先が、うん、あのちょっとこうブランブランしちゃう感じなんですよ、はい、まあそこだけなんですけれども、はい、でもなんか私以前にあのテレビ拝見した時にはこうまだ歩くのがしんどそうな場面だったんですけど、そうですね、はい、今こうね歩いてこられたので。そうなんですよ、はい、あんまりこう麻痺の感じは変わらないんですけれども、うん、慣れなんですかね。慣れ、はい、これでもこう今立って喋ってますけども、はい、こうあ足とかどんな感じなんですか？いや普通です。これ私なんか見ましたけど、装具みたいなヒョウ柄の装具かなんかをつけてるの見ましたけど、あれは？あれちょっと最近卒業しました。あ、ヒョウ柄の装具。ヒョウ柄は、はい、あのすごい硬いんですよ。
装具がね、装具がここを安定させるためなんですか。そうなんですよ、はい、だからハードなトレーニングするときはそれをつけて、はいはい、普段のトレーニングときはあのなんていうのかサポーター、サポーター、ちょっと見せてもらえます、はい、こうサポーターをつけて ここのところに、ここ硬いんです。ああ、そうで、ここにこうちょっとこう巻いてる感じなんですか。そうです、両足こうがっちり固めてる感じ、はい、でサポーターなんで、あー、はい、どのぐらいのなんか高さは。でこのぐらいです。あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあこれがあれば、うん、これは進むんですよ。あ、じゃあもう普通にだけどレースとか競争車に乗るときはどうなんですか。競争車この前そう練習参加したんですけれども、はい、あのまあ、これをつけて、はい、あとはこうブーツが上まであるじゃないですか、はいはいはい、だからブーツで固定されるんで、はい、大丈夫でした。ああ、そう、はい、あ、じゃあもう今の森選手のこの状態でつなぎを着てできるっていう状況なんですね。そうです、そうです。ああ、嬉しいですね。じゃあもう着々と着々とそう、新しいつなぎもできまして。新しいつなぎはどんなつなぎなんですか。まあ、白色の白で作って、はい、白森選手といえばなんか言いたそうですが、言いたいけどちょっと我慢してますなんでですか白色いや白がねラッキーカラーなんで、はい、ね、やっぱり森選手って言うとね、もう昔からのファンの皆さんは白ですよね。あ、それでそのつなぎがまだ出来たてで硬いんですよ、はい、そうなんですよ、硬い。じゃあそれ柔らかくしなきゃいけない。それを、はい、自宅でつなぎを履いて、つなぎを自宅で履いて、つなぎで上半身はシックスパッドつけて、はい、シックスパッドつけてはい、で、はい、ブーツも履いて、自宅でブーツも履いて、はい、自転車こいでますこうやってちょっと皆さん想像してください。まあ異様な光景なんですけどそうすると結構柔らかくなるでしょうね。でもう毎日自宅でその格好で、自宅で、はい、はい、歌なんか歌ったりしますか。歌は歌わないです。もう下手くそです僕。鼻歌歌ったりもしませんか。鼻歌歌ったりもしませんか。鼻歌は、まあ、はい、誰もいないところでは歌ってます。誰もいないところで鼻歌を歌う、はいはい、どんな曲を。教えません。いや、まあ、仲間たちの歌を、はい、歌ってます。ありがとうございます、はい、仲間たちの歌を、はい、ご自身のとかじゃなくて。ああ、自分のいた時のは聞かないですね。なんか恥ずかしくて。本当ですか、はい、でもなんか今のこの森選手だったらやっぱり努力と根性のそうですね、はい、はい、頑張ってね。さすがお年頃はい、お年頃でございます、ね、もうその世代でございますそうなんです。もうちょい上でしょう、はい、いや、なんでもないですそうなんですね、まあ、ちょっと話戻しますけど、はいはいはい、でもっと聞きたいところもありますが、ちょ練習参加しましたこの間、はいはいはい、感触どうだったですか練習参加。考えなさい。そう、この前の練習参加は、うん、あの復帰に向けてというよりも、はい、あの麻痺の部分をどうするかを判断するために練習に行ったんですよ、はいはい、万が一右足が踏ん張れなかったらあの筋肉を移植するオペをしようかなと思ってたんですけれども、はい、まああのすごい遅かったですけれども、うん、あの踏ん張れたんで、はいはい、手術はしなくて良くなりました。よかったですね、はい、もうね5回ですよ5回、手術5回もう絶対したくないです手術だけは。本当でも大変でしたね、はい、でその後にそのなんかリハビリもね本当にすごく頑張ってらっしゃるのをね、はい、あのテレビでも拝見しましたけども、練習参加した後になんかまたリハビリの方法が変わったりとか。もう全然変わりましたね。全然変わった。やっぱオートレーサーってすごいんだなと思いましたもう全然普段の生活の使ってない筋肉を使うんで、はい、もうそれがきつくて。あ、どの辺の筋肉がそう一番足りてない。この大事なとこ周りです。
大事なところ周りですね、はい、股関節の筋肉がやっぱり足りないみたいで、はい、あ、じゃあその辺はそのリハビリはどういうリハビリに今ね、ずっと普通の筋トレを繰り返したんですけれども、その練習戦参加終わってからインナーマッスル、はい、もう中の筋肉を鍛える、はい、メニューに変えてもらって、はい、それをやってます。そうなんですね。結構ね地味なんですよインナーマッスル鍛えるのって。あ、そんな動かさずに、はい、こう力を入れていかなくちゃいけないんで。あ、じゃあ外から見て頑張ってるねって言うんじゃなくて、全然何やってんだあいつみたいな感じ、とても静かに静かに、はい、そうです、そうです。例えばどういう感じでやってるんですけど、はい、見た目はもうあんまりこう変わらない感じ、変わらない感じです、はい、あ、そんな中でもう積み重ねて行かれてるんですね。そうですね、はい、はい。なんか森選手の金口のロッカーってこう一番奥にあるんですけども、いつもこう真ん中をこう歩いて見てると森選手のロッカーが誰もずっといなくて、でシャッターが閉まってて、はい、とっても無機質なロッカーだったんですけれども、うん、その練習参加された後に見ると森選手のつなぎがかかっていて、それで練習のプレート、森っていうね、練習のプレートのついた競争車がロッカーの前に置いてあって、それ盗撮してツイッターにあげたでしょ見ましたよ。見た、はい、見た、見ました、見ました、見た、はい、盗撮しました。盗撮したもうなんか感動して、あ、本当ですか。あ、森選手が、はい、いよいよ帰ってくるんだなってすごい感じました。 ありがとうございます、はい、ね、でも改めてなんかこうオートレース離れて、うんうん、オートレースを見てなんか森選手どんな風にこうオートレース感じてますか。いや、やっぱりこう生で見るとやっぱみんなかっこいいっすね、レーサー。その中の一人で日本一になったんですよ。いや、うん、ほんと早くオートバイに乗りたいんですけれどもね、はい、そっか、まだ今はちょっと我慢の時で、うん、もうちょい、もうちょいトレーニング積まないと。うん、はい、これ一応復帰はいつ頃を目処に。復帰は1月の半ばぐらいかな。来年の1月の半ばぐらい、はい、にできればいいなと思ってます。はい、ぜひね、もう皆さんその復帰の姿を、そしてね、もう白のつなぎに、それからヘルメットもね。そうですね。はい、ヘルメットも早くかぶりたいですね。ね、はい。お日様ついてるやつ。はい、ね、楽しみに待ちたいと思います、はい、さあお話もっと聞きたいと思うんですけれども、ちょっとお時間が迫ってきましたので、はい、この後2回目のステージはもう少しお時間の方がございますので、ぜひね、そちらの方を楽しみにお待ちいただきたいと思います。ということで1回目のステージはこれにて終了ということで、はい、また後もよろしくお願いします。はい、はい、皆さん2回目まで、もうね、しっかり歩いてらっしゃいますね。